来たちゃんと作ってんなあのこれちゃんと元ファミツウェブの中津そう中津さんビートライブ常連の本名池田が急遽ね急遽作ってくれました、うん、あと見しましたかなあの元々鉄拳プレイヤーの2人が今社員なんですけど、はい、2人が収録とみんなからなんか結構チームで収録してくれたんでこれ新キャラ同士ですね新キャラ同士カタリーナっていう女性でヤクラとカクラウジオでまあ、カタリーナレイジ状態になってこれを発射これがいわゆるレイジャーズって言われるやつで、はい、これドカーンみたいなおお分かりやすいですよねちょっと今までの鉄拳にはないようなワンピーがラッキークロエでラッキーがサウジアラビア出身のシャヒンサウジアラビアのキャラクターって新しいですよねそうですあのこれですね今のが切り物です今の切り物です、はい、でこれで切り物ですそうそうそうほうほうほうこれとなんかもう一発余分に1個入れれるんでレイジャースこれレイジャースのしかもこれ見てほっといてめっちゃ減るちゃんとねちゃんと実はあれちゃんと追加入力していかなきゃいけないやつなんですよリズムよくあそうなんですかだからレジャーズっていくつかただ出してはい当たって終わりじゃなくて、はい、キャラによっては途中キャンセルして自分から違うコンボにしたりでもできるキャラもポールとかそうだったりでラッキークロエなんかは実はリズムよく音ゲーにあそこだけなっててガチンガチンってあのキックの音に合わせてちゃんと入れていくと、はい、最後までフィニッシュがいきますよみたいなレジャーズとかその時最後のポーズとか変わってダメージ上がるとかそう失敗するとちょっと別の面白いだから僕は実況をやることが多いんですけどあ、はい、やっぱああいう演出技ってすごいですよねその中でも成功するかしないかとそう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 いうふうに、まあ、キャラによっていろいろ特性があるっていうまあねぜひ見てないこれがスーパースロー演出ちょっとこれみんな見てほしいよね。お互い体力ギリギリの状態でどちらかの攻撃が当たると KO になる場合になって見てて、こういうどっちだみたいな一瞬わかんないでしょ。わかんない。でこういう、そう。あーかっこいいみたいな。これ相打ちだね。相打ちしてる。でちょっと面白いのはこれ。これ光った。やべ。でもう一回。下手したら3回とかいけるからねこれ。でこれは。レイジャーズレイジャーズを逆にこう、うん、今のスカッターの見て慌ててあれじゃないと勝てないからこれを出してるみたいなだからそう考える時間もあるし、はいはいはい、お互いね